回は2泊3日で九州の山旅に行けました。目的は2日目の阿蘇山登山です。そして3日目には烏帽子岳に登りました。今はちょっとガスがかかってるけど、ほどなく取れそうです。いよいよ日本百名山96座目阿蘇山に登ります。なんか潜水鏡尾根ルート登山口、ここだ。こう登ってくる。今回は潜水鏡ルートから登りたいと思います。潜水鏡から高岳東峰、そして阿蘇山の最高峰である高岳、そして火口の近くの中岳を登って戻ってきたいと思います。今日は潜水鏡つつじ祭りの最終日です。例年5月上旬から中旬が見ごろのようです。通称バカ鬼と言われてるルートを登ってます。今回は夫と一緒です。中間点だ。ここでやっと半分。向こうは中だけ。壁登りみたい。214現在地。今尾根にたどり着きました。で、右に行くと高岳なんですけど、先にこっちの左に行って、あの岩のところに寄り道したいと思います。1580m。 これがさっきのあの岩の上の、意外に広い崖かと思ったら、九十が見える。そこが阿蘇山の最高峰だ。
1592メートル。すごい。ここね、これは噴煙が出てる。噴煙っていうのかな。うわ、すごい。生きてる山が。ここに入って、とりあえず噴石を防ぐ。ヘルメットを持ってきたね。これで日本百名山96座目阿蘇山を登りました。あと何座、頑張ります。
道の駅南阿蘇からの雄大な阿蘇山。さっき登った高岳、明日登る烏帽子、これかな、すごい、これはすごい。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いします。